はい、皆さん、毎度毎度。はい、動画の方はね、テスト3分かな確か。何分だか忘れちゃったね。多分3分だと思ったよ。気になる方はね、壁の時計で見るといいよね。あと、3分つってもね、もう、パーマー巻く前にほら、薬つけてるわけじゃない事前塗布つけ巻きだからね。それも何分どうね、髪の毛に作用してるのかね、薬がね。そういうこと考えるとね、ん非常に難しい話になってくるけどね。あと、スポイドでつけ終わってからね、もうすぐにキャップをかけて、 ね、タイマー入れてるわけじゃないからね、でかかってからだっ,って、2液取ってきてね、もたもた歩いてね、2駅駆け出すっての、その時間もひっくるめて何分置いたかね、まあ、3分だと思っても結構5分ぐらいかかったりするよね、テイストのんびり見てたりね、あと前、バーマのさ、薬の実験 あれ、ガラス棒にさ、巻きつけてさ、しかも5円玉かなんかの重さをなんかテンションかけて巻くんだよね。でパーマのかかり具合を見るんだけど、まあ、それはそれでいいんだけどね。どんな実験しようとね。ただ、ガラス棒だと体温がないよね。あと、5円玉だと数グラムの重さがあるよね。10円玉で 4. 点何グラムあったから、5円玉だと3グラムあるのかな ?1 円玉の3倍ぐらいの重さあるんだろうね。まあ、そこからさ、人間の頭ってよく10万本っていうじゃない髪の毛の本数が。まあ、5年倍になると1万本ぐらい十分 1> の1にななるかもしれないよねそれでパーマ50本巻くと1本あたり200本じゃないその200本1本ずつにさ 3g のテンションかけたら 600g? ウィッグが持ち上げられるぐらいの力で巻いてるってことなんだよね。まあそんな力かけることはないよね。まあ数字のこと言ってもねめんどくせえからね。まあテンションはあんまり関係ないよね。パーマのかかり具合とね。 かければかかるほどなんかかかるかもしれないけど、輪ゴムかけた途端に根元のテンションっていうのはスッと抜けるしね、ピンで引っ張っときゃいいとかってそういう考えもあるかもしれないけどね、あのスティックでね。それだって全ての毛、均一にテンションがかかるわけじゃなくて、ムラになってるよね、絶対にね。昔はね、スティックつうのは折れる毛がゴムの後ついてね、そのためにスティックっていうのは使ってたけどね、今適切にパンマイキ使えば毛が折れるとかなんとかってないからね。 そう、ストッスティックなんか打たないただ、スティック打った方が根元がかかるって言われたらね、いや、そうかなと思っちゃうよね。でも実際ね、パーマの実験するとね、ガラス棒に巻きつけてもかかるってことは、体温は関係ないんだよね。室温でかかるってことだよね。で、室温も常識の室温ってあるけどね、10度とか12度じゃ、ちょっと低いかもしんないけどね。 本当にね、パーマを化学変化でね、どうこう考えてた場合、この化学変化ってのは全くデタラメだよね。正確に3分で測ったつもりでもデタラメる部分が結構あるってことだよね。3分で、その時の体温は何度、室温は何度、ね。そういうのもひっくるめてったら、本当にパーマってのはデタラメだよね。デタラメでもどうにかなるようになってんだね、最近ね。すごいよね、科学の進歩ね。30年前講習会行った時も、 強い薬でサッとかけるのが痛まないって言ってたんだよね。その時先生がね。大先生がね。で、それ聞いてね。真似するんだけど、膜太さが30年前の時は太くてね。真似しても結局かかってなかったんだよね。 でその先生は都内の先生だからね、大官山かなんかの先生だと思ったね。だからあっちの方のパーマーはね、そういう緩いんでいいのかなって。だからこっちの、うちがやってる田舎のパーマーには不適切と、そういうね、さっとかけるパーマーやっぱりチリチリじゃなきゃいけねえなんてね、思っていたけど、やっぱり自分が細めで巻くようになってからやっぱり、さっとかけるってのが一番痛まないっていう結論に達したな。